エアコンうるさいけど。まあね、片栗出たね。片栗の情報が出まして、なんか、まあ、いつ出たか知らんけど、まあ出たんだよ。出たんだよと、まあ、ちょっと今、性能見てきます。いやー、まあ、なかなか面白い性能ではありますけど、必殺技がね、すごい、そこまでは良くないんですよね。まあ、戦長効果は俺は面白いとは思うんですけども、まあ、相性悪いよね。そもそもなんか200万ダメージ以上で知恵無効状態以上の効果を無視して 100% って、まず自身の必殺技と相性悪くない？2ターン目しかエンハンス最大倍率出せないじゃん。その時点でそんな強くないよね、なんか。でもやっぱりそのスキルの遅延中に敵に当たるダメージって7号が一人で完結できるのは異常に強いと思う、船長にいた時で。船長効果もまあ 1.825 倍の 3.33 倍ですよね。まあって感じです。ルフィはね入りませんけどね、入れないんでね、ルフィ。自由タイプ入れないんでね、結構そこは厄介ですよね。斬撃タイプも入れないし、自由タイプも、斬撃、自由、野心とかが入れないのかな。斬撃、自由、野心タイプは入れないんですよ。入ったところで 1.825 倍なんで、手厳しい倍率かな。まあ、打突射撃タイプが強くなるっていう感じかな、今回は。だから、まあ、打突射撃で、白色狂人とかなんで。で、タイプが重複すると、だからそれもまたね、ビッグマムは狂人タイプだけなんで、1.825 倍なんですよ。いやらしいっすよね、なんか、スキルは。ぶっちゃけ、クソだな、とか思っちゃうけど、なんか、いや、だから狂人の1個だけタイプにしたのかって思うと、ちょっとキモいなって思っちゃうけどね。キモくない？だって、それは。いや、おビッグママ野心強人だろって思うよ、普通。で、カイドウが出てんだから、あいつがもう強人タイプじゃん、もう。みたいな、もう。あいつがむちゃくちゃな強人タイプで、ビッグママは野心格闘なり、野心強人なりにすればいいのにさ。なんだ、カイドウは自由強人なのか、まあ、そんな感じでやればいいのに。強人タイプだけって。でも、強靭タイプだけだから、まあ、片栗のエンハンス全然かかりません。切れてるっていうね。でも、そこは相性悪いくせに、必殺技は相性いいんですよね。遅延時に敵に与えるダメージは 1.75 なんですけど、でもね、ダメだよな、普通に。相性悪い。2ターン目にしか最大倍率が出ないから、あんまり強くない。まあ一応ね、まあって感じですけど、いや俺が欲しかったのは、でもね、多分俺決戦片栗で出るんだけど、一味のスロット影響 2.25 倍っていうのが来てほしいんですよ。やっぱ時代を作ったドフラミンゴは一味のスロット影響 2.25 倍にするみたいな、それだったんですけど、もう一味のスロット影響 2.25 倍にしちゃうと、そういう破格の強さをちょっと欲しかったよね。それは次のフェスゲンか、なんかでは来ると思う。それかね。そういうのでは来るとは思うけど、まあ、強いよね。やっぱり。でもね、だいぶ使いづらいかな。格闘強靭タイプありで、やっぱ2タイプだけっていうのがきついよね。で、だいぶ入んないから、まあ、打突射撃タイプ優先みたいなところありますから。まあ、戦場効果はあんま強くないよね。火力も低ければ。3.3 倍だもんな。で、低くはないよね。だから、普通の火力で出る、この火力は、でもやっぱサボシがいたわ。
編成だけで、火力が出る最高の火力がサボーシーだっけな、3.71 倍って。まあ、ドフラミンゴも条件が、愛さえすれば常時 3.9 倍にスロット一致状態だから、ドフラミンゴが一番強いと思う、俺は。ドフラミンゴ強すぎだもんな、あれは。うん。ドフラミンゴ強いと思う。でも、まあまあドフラミンゴ強いよね。全スロイッチだもん。力スロイッチ以外は強いけど。まあ 3.3 倍だと、どれくらいなんかな。ちょっと、編成だけの火力をちょっと見てみるわ。でも先に片栗出すってどんだけ課金してほしいんだよって感じだよね。まあ多分俺クラッカーはフェスゲンで出ないと思うんですよ。だって絶対みんなクラッカーガチャ引かないから、多分ね、俺次のトレジャーマップクラッカーなんじゃないかなって。もうひどい話だけどね。いやクラッカーボコボコにすんのかよみたいなね。だからクラッカーだとは思うんですよ。でまあ頼れる奴らにやっぱナミとルフィみたいな、まあ、そんな感じなのかな。うん。まあ、ガチャは引けないですね、これに関しては。もう引きすぎちゃったんで。石がないです。で、最近、金獅子の式も周回しちゃったんで、もう引けないです。クソって感じですね。でも、どうせまた強い片栗来るから、これ全然強くないもんな、よくよく考えたら。スキル内容もなんか微妙だし、3ターンの間遅延中の敵に与えるダメージが 1.75 くらいでもよかったと思う、俺は。でも遅延中の敵に与えるダメージ 1.75 かって思っちゃうよね。ひどい話。2倍くらいにはしてほしかった。それじゃないとみんな課金しないでしょ。でもね、よくよく考えたら有利スロット扱い即心にくれんはバゲモンだよ。だからもしこれが、まあ、力か技、力か、なんだ。力属性と、技属性か。力属性、技属性、地属性に関してはもう無茶苦茶だからね。5個の有利スロットがあるから、で、全スロイッチですよね、それもやばいのが。お邪魔と属性スロット、地属性スロット変換にするっていうので、じゃあ、レンニクどうなんのって最初思ったんです。そしたら、戦長効果で賄えちゃう。強い。でも、タイプがちょっと厳しいかなって。もう格闘、打突、射撃、白色強靭のこのタイプを含んでないと火力が出ないよっていうのはね、それはね、条件的に意外に厳しいんだなとは思うけど、まあだから半分だけ自由制限みたいな、自由パーティーみたいなもんだけどね。まあ多分超進化してもうむちゃくちゃ強くなるんだろうけど、いやでも普通に強いよね、やっぱ。で、ダメージ 20% 減っていうのもまた、いいもんですよ。鼻くそほじっちゃった。でも、よくよく考えたら結構恐ろしいスキルだよな。絶対に敵に与えるダメージ 1.75 倍増加のエンハンスを持ってるわけじゃん。200万以上。あ、相性悪いな、よくよく考えたら。確率遅延で、確率遅延なんて言ったことないけど、うわぁ、相性悪いなぁ。すんごい相性悪いな。だから、1回目の初回攻撃は相手は遅延しないってことなんだよね、ほぼ。できないと思っていいと。で、200万以上じゃないと、遅延無効状態以上の効果を無視して 100% は無理と。だから、もうめっちゃ、ヘがめっちゃ出る。あ、ヘクセ。クセ。だからめちゃくちゃ体力がでかいやつ、ガープみたいなやつに、その1回目こうやってガンガンガン、ガンガンガン、ガンガンガンって、その3ターンエンハンスとか2ターンエンハンスで攻めて、それ、まあ、2ターン目、ドゥイーンってでチェーン向こうも無視してくれて、ダンダンダンってできるわけでしょ。でもよくよく考えたら何が強いかって、もうずーっとチェーンやれるちゃうじゃん。やがましいわーって言っても、こう200万ダメージをこう出せるようにね。できたら、だから、必殺技ダメージもダメージに入んのかな？それ結構重要じゃない？うん。でも200万ダメージって出なくない？普通に。
ついよな。200万ダメージってエンハンスかけないと無理だよな。うん、それきついな。で、100万ダメージも 3.3 倍じゃ出せないからな。まあ出せるけどさ。で、五分五分になるわけでしょ。50万ダメージになるから、50% だから。まあでもなんか前のシャンクスみたいなキャラだよね。うん、革新的な強さじゃないんだけど、むちゃくちゃ強いみたいな。今あるルールの中でバカみてえに強いみたいな。シャンクスって。もう今ある、その、新しい画期的なやつではないけど、まあ、数字は画期的くらい強いみたいな。シャンクスみたいなキャラですね。はい。だからトレジャーマップ専用キャラみたいなところありますよ。違う。トレジャーマップじゃない、これ。月末スゴフェスだ、これは。だから、あれですね、多分、カタクリが優遇される、コロシアム会、もしくは決戦会が来るわけでしょ？これが来るってことは。で、決戦も来るわけでしょ？カタクリが優遇される。で、トレジャーマップが来るわけか。で、トレジャーマップ、まあ、中旬に来るので、カポネギャングベッチが来ると。そんな感じね。でもなんか、カタクリはずるくない？みんな。それはみんな課金しちゃうじゃん、みたいな。その、いや、俺は課金しないけど、カタクリってキャラみんな好きじゃん。読んでたら、原作読んでたら。そういうのをなんかこうやって使ってて、まあ、それが商売なんだけどさ。なんか、順を追ってやるべきだよね。でも俺、なんかね、ビッグマム編終わっちゃったから、多分あれ、ワノ国で、ビッグマムが多分なんか乱入してくると思うんだよ。俺のね、いきなり考察になっちゃうけど、そこで、改めて一味、ビッグマムの一味の強さが分かるんじゃないかなって思う。もう、七つどもえ、八つどもえ戦争になると思ってる、俺は。もう、とにかく、ありとあらゆる政府がレベリーだの、和の国だのに集結して、なんかもう、むちゃくちゃなことになるね。俺はそう思う。まあ、和の国ですごいことになるんじゃないの。もう和の国の近辺の海でもうすごい時間をかけた長期的戦争になるんじゃないかなとか思うよね、俺が思うに。そうはならないかな。まあまあまあ、そんななんで漫画の話急に始めてたんだけど、まあ今回のカタクリは面白いですね。だからシャンクスよりはマシですよ、はっきり言って。うん、いや、戦長効果は面白いスキルなんで好きですけど、必殺技がね、なんか微妙だなって。強いは強いんで、そりゃ強えよって話だよ。なんだけど、いや、肩くり見くびってねみたいな。確かに今出てる肩くりじゃそんくらいなのって感じはしちゃうよね。なんか遅延中に与えるダメージ2倍くらいしてほしかったけど、でもやっぱり必ず 1.75 倍っていうのが強いんだよね。それがやべえ。で、使おうと思ったら避難入れられるじゃん、多分。それもやばいよな。ヒナってタイプなんだっけ。だってヒナ強いよな。属性相性さ2倍って頭おかしいじゃん。そんな狂ってるよな。格闘白式だよね。あ、格闘打突、あ、格闘打突違ったけど、一応、倍率はかかるんでね、強いっす。限界突破おすすめキャラ何がです、次は。あれ、なんか、少ないね。でも結構持ってるキャラは多いわ。ラクヨウとモリアとイカロスは持ってない。うん、まあそんな感じかな。したね。いや、でも今回のカタクリはいいと思いますよ。なんかまあまあ、まだ序の口っていう意味で、これからすげえカタクリが出るぞと
いう意味で言ったら、まあまだこれくらいでいいと思いますよ。うん。まあ、盛り上げるためには一番いい選択だと思う、ぶっちゃけ。ここで片栗、シャーロットクラッカーなんか出してたらダメだし、多分シャーロットクラッカーだしね。次くんの。でもなんかビッグマムから格落ちした感じするけどね。うん、なんか時系列ちょっと戻っちゃったよとかなんかあるけど。まあまあ、クラッカーかわいそすぎるよな、あいつ。なんなんって思わない、みんな。だから三小生ってね、なんか全員が今回の戦いでなんか本気出してんのってあれじゃん、片栗くらいじゃん。うん、片栗とシャーロットクラッカーだけじゃん、本気出してんの。まあね、まあなんか、ワノ国編とかで多分ビッグマムがぶつかった時に、真の実力、シャーロットスムージーの能力が分かったり、ビッグマムの本当全部の能力っていうか、いろんな能力がつながったりするから、能力 がよく分かったりするから、まあそういうところでしっかりとしたフェスゲン出してほしいけど、やっぱ出ないわけよ。そらね、あの原作とかで、アニメとかでね、シャンクスの実力が出るまで待つってことは難しいわけだよね。シャンクスがもし能力を持ってたらどうなの、能力なのかとか、そういうのでやるっていうのは難しいわけだよね。うん。それにしてもシャンクス全然出ないけど、やっとネタができたね。ワンピーストレクルームも。もうすぐだな、ルフィって言ってたから、そこだけでなんかね、また変なフェスゲン作られたら面白いけどね。どんだけ必死なんだよって。いやでもシャンクスいいキャラですからねって俺が言うのもなんですけど、うん。まあ今回のカタクリは、まあ課金を追い打ちをかけるためだけだとは思いますけどね。そう、月だってもう月だけでもうフェスゲン4体ってすごいよね。もう俺も多分経営費の車だと思うよ。もう経営やべえからこんな課金させようとするじゃん。アホじゃん。だって今片栗出すって感じじゃん。うん、まあそんな感じだけど、あ、まあ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 ね。うん、まああの片栗がなったやつっていうのがフェスゲンになるんだろうけど、まあまあまあいい感じだよね。まあでも今回の片栗はいいと思います。なんかね、うん、むちゃくちゃ強いし面白いよね。そのでもダメージっていうのはちょっとどうかなって思った。俺そこをまたパーフェクトタップにすればもっと完璧だったね。赤犬みたいにパーフェクト6タップで、遅延のやつみたいな。パーフェクト5タップした時に必ずしもうーんってなるっていう。でもうん、まあそうだな。でもそれだと今度は吹き飛ばされた時やばいよねっていうので、吹き飛ばされた時にエンハンスをガチャガチャかけて200万ダメージに到達させるのかって思ったけど、よくよく考えたらまだ200万ダメージなんてめったないからね。そんなんいかないよ。100万ダメージはいくけどな、難しいですよねって話ですね。まあ面白いキャラだと思いますね。うん、そんな感じですね。ありがとうございました。